はい、皆様おはようございます。バナナも大好きバナナンボーです。関東の小さなお庭で無肥料無農薬でお野菜を作ったり、熱帯植物を育てたり、近場で野草を取ってきて、食べたり研究したりというような、植物との触れ合いをお伝えしていく、そんな動画でございます。今日はですね、一転しましてすごく寒いですね。まあ、本当にもうここ数日ですね、8度とか7度とかですね、また寒い日が戻ってきまして、苗たちもですね、寒い震えがあってんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、また明日ぐらいからですね、最低気温がまた上がりつつあるというところで、これから持ち直してですね、頑張って伸びてほしいなと思っている今日この頃でございます。早速今日はですね、4月末の、まあ、こちらの畑にあるですね、定食に向けて、まあ、ここに今うっそうと生えてますね、アルファルファ等をですね、刈り取ったりとかですね、それから育苗の様子、それからまた山菜、新しいものを取ってきましたので、それらのレポート等々していきたいと思っております。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日も朝散歩をしております。だいぶ暖かくなってきましたので ね、綺麗なお花が咲き始めましたね。去年もですね、今頃取った山菜なんですけども、また同じ場所でですね、取っていきたいと思うんですね。やっぱりね、取れる場所っていうのがありますからね。で、今回はまた板取りですね。去年は板取りの葉だけ取ってですね、お茶にしたりとかしたんですけど、今回はこちらにあります板取りの茎もですね、今回料理したいと思うんですね。早速ですね、若いこの茎をですね、取って帰りたいと思います。これだけ取ってみました。持ち帰りやすくするためにですね、ちょっと茎とか葉っぱですね、葉っぱを取って茎と葉を分離して持って帰りたいと思います。ヘラ大箱が生えてきましたね。これの若葉も美味しいので、これも取って帰りたいと思います。これ伸びるですね。ネギ科の植物ですね。ちょっと見てみましょうか、ね、こういう感じでこれをおひたしにしたりとか美味しいんですね。まあ、保全のためにですね、これはあまり たくさん取らないで残しておきて、少しいただいて帰ろうと思いますね。ちょうどいい季節ですね。はい、まず越冬バナナの様子ですけども、先週から比べましてですね、結構伸びてきましたね。それからこちらも芽が伸びてきてますね。こちらもこういう感じで伸びてきています。ただ他の株はですね、まだ全然反応がないので、これからまたさらに様子を見ていきたいと思っています。はい、それから人参ですね。人参も2週間ぐらいでですね、芽が出始めましたね。このうち、まあ、これ人参底深いから深い鉢に入れてるんですけど、まあ、これまた間引きしていきますので、この中の、まあ、本当はですね、植え替えしない方がいいんですけども、間引いたものをですね、根を傷つけずに、まあ、今月末のですね、こちらの畑への定植をしてみたいと思うんですね。まあ、これだけですね、わさわさと草があればですね、本来は直巻きすべきものなんですね、人参って。ですけど、こういうふうにわさわさしてますのでね、場所の確保ができなかったので、今回移植してできるかどうかということをちょっと試してみたいと思っております。はい、それから小麦ですね。小麦の方が出てきましたね。はい、こちらも楽しみに育てたいと思っております。それから新たにですね、フェノグリークという豆科ですね。こちらも芽が出始めましたね。それからこちらが緑豆ですね。もやしの原料になるものですね。今回はこの緑豆もですね、ちょっと育ててみて、まあ、自家製のもやしっていうんですかね。ここからまた種を取っていきたいと思っております。ちょうど芽が土から出てきましたね。まあ、種がもたげ上がってきたという感じでしょうかね。それからエルバステラってですかね。こちらも4月4日14日ですかね、種
をまきましたというのが出てきました。まあ、とうとうですね、今さらにいろいろと種をまいているところでございます。それから南米でよく栽培されているですね、オカという野菜なんですね。オカが、芽が出始めましたね。はい、こちらもオカの芽でしょうかね。オカもですね、なかなかこう涼しいところで育つお野菜です。これはですね、またうまくいったらまたレポートしてみたいと思います。はい、それからこちらがですね、つる人参ですね。つるち人参も芽吹いてきまして、つるが伸び始めましたね。それからこちらにあるのがホップですね。ホップも、どんどんと今ですね、こうやって伸びている最中です。はい、こちらは自然薯ですね。自然薯の芽が出始めましたね。これからつるを伸ばして大きくなっていくというところでしょうか。はい、それから2月巻きで、育苗期で大きくしたきゅうりなんですけど、最近ですね、灰色が悪くなってきましたので、まあ、早くですね、このポットから露地植えしたいと思っていた今日この頃なんですけども、なんとですね、花が咲きそうですね。こちらの株も、これですね、これですね。いや、花咲いちゃいますね。ちょっと急いで本当はポットから植え替えた方が良かったんでしょうね。まあ、とりあえず、来週末ぐらいにですね、ポットから植えたらよかったかなとは思ってますけど、まあ、これからですね、植え替えをしていきたいと思います。はい、それではですね、このわさわさのですね、アルファルファですね、こちらを刈っていきたいと思います。ここを刈ってですね、地上部を平らにしてここに作付けしていこうと思うんですね。で、この刈ったものはですね、アルファルファが植わっていない奥の方とかですね、緑肥として、まあ、上に振りかけて自然に土に戻そうと思います。はい、アルファルファ刈り取りました。こんな感じでですね、地上部が見えるようになりましたね。そして、アルファルファに隠れていたですね、育ちが悪かったキャベツもですね、少しこうやって、出てきましたね。それから玉ねぎですね、玉ねぎもちっちゃいんですけど現れてきましたね。こういう感じですね。とりあえず刈り取ったものをとりあえずこういう風に山積みしてますけども、これでちょっと刈り取ったものはですね、今日一日かけて、まあ、乾燥させて、また来週の週末にですね、今度はこちらに植え付けていきたいと思いますので、まあ、この草が少し枯れた状態で、水分がなくなって枯れた状態でですね、枯れ草マルチとして使えるようになったらいいかなと思っているんですね。こちらが今朝取ってきた山菜ですね。こちらが板取りですね。茎だけにしました。葉の方はですね、別に乾燥させてお茶用にしようと思います。それからこれギシギシですね。それからヘラ大箱ですね。それから伸びると、まあ、これだけのものですね。簡単にそれぞれのものをですね、これから料理していきたいと思います。はい、最初にですね、ヘラ大箱ですね、こちらを湯がきたいと思います。これ本当は天ぷらが一番合うのかもしれませんけどね。簡単にですね、お湯に入れて湯がくだけになります。はい、軽くもう湯を通したらこれでおしまいになりますね。はい、あとはもう食べやすい大きさにですね、切るだけですね。はい、背だけギシギシもですね、入れてみたいと思いますね。ギシギシはですね、もう本当にそのお湯通したらすぐに出さないとですね、すごく柔らかくなるですね。
はい、これでもう少し時間が経ったらもうすぐ引き上げます。はい、もうすぐにですね色が悪くなるんですね。これはこの後ですね若干冷水に浸して出来上がりになります。こんな感じでしょうかね。はい、先ほどのですね、ギシギシの葉、それからヘラ大箱の葉ですね、これを湯がいたものをこのような形で、シーチキンであえて食べてみたいと思います。はい、こちらはですね今イタドリの皮を剥いているところなんですね。こっちがまだ皮を剥く前のものですね。でこちらが、こういうピーラーを使ってですねこういうふうに、皮を剥いたものがこういうこちらになります。綺麗な緑色でしょ。でこれをこの後ですね湯がいていくんですけども、全部まずですねピーラーで、皮を剥いていきたいと思います。結構たくさん皮剥けるんですよね。はい、こういう感じでですね、適当な大きさに切りまして、こちらを、お湯の中に入れるんですけど、沸騰したお湯の中にですね15秒か20秒つけたらもうすぐ引き上げて、これをですね、ボウルに入れて、一昼夜ですね水に浸してアクを抜くと。そうするとあとはこれはいろんな料理に使えるっていうものなんですね。今日はそこまでのところをお伝えしたいと思います。はい、こういう形でですね、水に浸して一晩置こうと思います。こうやってだいぶアクが抜けてきますので、1日経ってからですね料理に使えるというところですね。はい、こちらはノビルですね。ノビルはですね今これきれいに洗った後なんですけども、この先っぽの根をですね爪でポキッと取って、あとは泥をきれいに取り除いてですね、このような形できれいにしました。でこれもですね軽くまあ湯がいた後にいろいろ調理できるので、まあ、今回はですね、やりやすいようにこの辺で一回切ってですね、こっちの方が茎が太いですからね、ここで切って湯がくものと、それから葉の方は短い期間でね短い時間で湯がけますので、分けてですね、やってみたいと思います。はい、こんな感じで、大きさに分けてですね、簡単に湯がいていきたいと思います。これもさっと湯がいたらもうこれでも出来上がりですね。あとは酢味噌につけたりとか、タレ汁につけたりとかですね、卵とじに入れたりとか、まあいろいろできると思いますので、工夫されてはいかがでしょうか。はい、ノビルの出来上がりですね。これで湯がき終わりましたので、あとはいろんな味付けをしてですね料理楽しめると、まあこういう感じでございます。はい、こういう感じでですね、ノビルの中にですね、ホタルイカが入ってるんですね。ホタルイカとノビルの、酢味噌和えですね。後からこれをかけてですね、食べようかと思っております。はい、今日は、畑のアルファルファをですねようやく刈り取ることができまして、いよいよゴールデンウィークに向けてですね、様々な苗の植え付けのためのですね前準備ということをいたしました。やっとですねこれで、2月から始めた育苗ですね、品種によって本当に早くから苗を作り始めましたけども、まあ成功失敗も含めましてですねこれからレポートできたと思っております。これから暖かくなってきますね。皆様の農作業もうまくいくことをお祈りしております。それではこれで失礼いたします。